第105回全国高校野球選手権大会記念専用大会5回戦が19日 GOGO マリンスタジアムで行われ、東京学館浦安は木更津総合に0-7、7回コールドで敗れた。オリックス、巨人で活躍した谷義智さんを父に、2000年シドニー、04年アテネ五輪柔道女子48キロ級金メダリストの谷良子さんを母に持つ谷圭明右翼手は、4試合連続となる1番右翼でスタメン出場。6点を追う6回1死の場面では中前に3戦連続となるヒットも記録したが、試合をひっくり返すことはできなかった。試合後に取材に応じた良子さんは、すごくいい仲間に恵まれたと思う、本当に仲が良くていいチームだと間近で見てきたので、そうしたところが夏こうして勝ち進んでくれたことにつながったと思う、と努力を重ねた息子